アクアとは、アメリカ、日本、ブラジルの3カ国共同による地球観測衛星である。2002年5月4日に、デルタ2ロケットにより打ち上げられ、高度7 0 5キロメートル傾斜角98度、軌道周期98分の太陽同期軌道に投入された。名は、ラテン語の、水の井。設計寿命は6年である。 他の衛星と A トレーンという衛星コンステレーションを構成し、対列の先頭に位置する。アンスアイ E はナスダによって開発されたマイクロ波、放射系で緑2に搭載されたアンスアをアクア用にしたもの。観測周波数は6.925、10.65、18.7、23.8、36.5と 89.0GHz の水平、延直変波。 空間解像度は6 x 4トルから7 5 x 4 3トル、観測幅は1 4 4 5トルである。運水量、下降水量、海上風速、海面水温、雪氷、土壌水分量などが観測される。アンスアはいいわ、毎分40回転でアンテナを回転させる装置だが、3年の設計寿命の3倍以上の運用を経て、回転摩擦の増大が、 限界に達したことにより、2011年10月4日以降観測及びアンテナの回転を停止していた。2012年12月5日に、通常時の20分1の 2RPM という低速回転で観測を再開することに成功し、その後も安定して観測データを取得している。アンスは E の後継装置アンスは2は、第一気水循環変動観測衛星。 雫グコム W1 に搭載されている。モーディスは、可視、赤外放射系で、大気、海洋、雪氷、陸上の初プロダクトを生成する。アンス数 A は50から 80GHz の間の15の周波数帯で、上層大気の温度プロファイルを観測するマイクロ波、サウンダである。観測幅は 1650km、水平解像度は 40km である。 AIRS は0.4から15メートルの範囲を2378の波長帯で観測する。下肢、赤外域のサウンダで、大気温度、湿度、地表面温度などを測定する。観測幅は1650キロメートル、水平解像度は13.5キロメートルである。ブラジルインペによって開発されたマイクロ波サウンダで、150から183、 ギガヘルツの範囲を4つの周波数帯で観測し、水蒸気プロファイルを測定する。2003年2月5日に運用を終了。シリーズは0.3から50マイクロメートルの3つの広域体観測バンドで観測する水平分解能1 0トルの放射系で地球放射エネルギー及び雲の上端を含む大気上層から地表面までの大気放射エネルギーを観測する。 改良型高性能マイクロ波放射系アンスはい、e、いの。研究用観測データ公開の再開及び、NASA グループアチーブメントアワードの受賞について。 Https j a c s a h t t p s コロンスラッシュスラッシュ w w w s a t n a v i j a c a j p スラッシュ project, ラッ a ュア a c スラッシュニュ news, ッシュ 2013, slash, 13 20 131129.html2013 年12月8日閲覧ありがとうございます。